4月の26日、なんか梅雨明けした小さな試験、もう真夏の日差しの中での定例活動、今日は粉木取りです。もう粉木取り3回目になりますが、今年はなくても増えてきます。神の池、冬も終わりました。田んぼの稲が、すくすくと、10月の実りを出して、伸びています。蝉の鳴き声もやかましくなりましたね。取らないと、次から次と伸びてきます。満開になったタイミングがちょっと外してますが、次から次と咲いてます。朝がも、一面2本あった。もうで、ちょっと寂しくなってますけど、それでも毎日毎日咲いてます。夜咲き、半魚礁、もう咲き終わりましたね。しばらく終わりました。これが今日、4月の26日、小さな自然の様子でした。